Ladies and gentlemen, welcome aboard Ryukyu Airlines Flight 111 serves off to Honolulu International Airport. Please sit back and relax and enjoy your flight. ということで、今日はね、もう英語のアナウンスとかは皆さんも飽きられてると思うんですよ。結構みんな他の YouTuber さんされてますしね。で、まあ日本語のやつもやってみようと思うんですけど、今日はね、特別に私、関西弁 CA としてやらせていただいておりますためですね。今日は関西弁でちょっとアナウンスしてみようかなって思ってます。これ需要ありますか？はい、ないですか？まあね、ピーチさんとかって日本でね、関西弁のアナウンスがあるみたいな有名ですよね。それで一回乗ったことあるんですけど、その時は関西弁とかじゃなかったんですよね。普通に標準語をやったと思うんですよ。で、なんか YouTube とかで見てると、たまになんかおおきにとか言い張るんですよね。アナウンスの最後ありがとうございましたがおおきにみたいな感じでね。そんなもんで全部アナウンス全部が関西弁のイントネーションとかになってるのって僕聞いたことないんですけどね。どこの映画もやってないですよね。そんなのね、やっと怒られますか？普通はね、方言ってことですもんね、大阪弁ってね。なんで今日はまあ普通の、日本語のアナウンス一応ねやった後に、それを関西弁風に言ってみようと思います。じゃあまずね、普通の日本語バージョン。ご搭乗のお客様にご案内いたします。本日はリュークル航空111便ホノルル国際空港行きをご利用くださいまして誠にありがとうございます。定刻通りの出発のためお持ち込みいただいております。重たいお手荷物は前の座席の下、軽いお手荷物、また大きなお手荷物は頭上の棚をご利用ください。また本日はおかげさまをもちましてほぼ満席のフライトを予定いたしております。頭上の棚はお客様同士お譲り合ってご利用いただきますようご協力のほどお願いいたします。またキャビンの最前列バルクヘッドのお席にお座りのお客様、離陸着陸並びに地上走行時に関しましては足元のスペースに一切のお手荷物を置くことはできません。どうぞ頭上の棚をご利用ください。まあこんな感じでどうでした？どうですか？標準語になってました？あのね、結構標準語自分の中で頑張ってもやっぱりずっと標準語喋ってる人からすると大阪弁のイントネーションとかちょっとでも出ると耳に入るんですよね。あの僕東京のベースの会社で働いてたんですけど、頑張って標準語してたけど、あのやっぱ普通の会話の中でお客様に関西の方ですかってよく言われたんですよね。いや、バレたな。隠しきれない関西感が出ますね。うん、ということで今一応ねスタンダードジャパニーズでやりました、標準語で。はい、で次はこれを前代未聞関西弁にやってみようと思います。まあこれはね、私ネイティブラングエッジなんで、やってみようと思うんですけど、あのここにねカンペはあるんですけど、これはね一応その日本語の普通のアナウンス書いてるだけなんで、これをねちょっと今からアドリブで関西弁風に言ってみようと思います。で関西弁の言葉に置き換えるやつは関西弁の言葉に置き換えようかなと思うけど、ほぼないかな、そんな。うん、まあとりあえずイントネーション関西風にあのアドリブでやってみますんで、まあぐちゃぐちゃだったらそれはそれで楽しんでください。はい、ご搭乗のお客さん、ちょっと持ってかれる標準語今だ。はい、ご搭乗のお客様にご案内いたします。本日はリュークル航空111便ホノルル国際空港行きをご利用くださいまして誠に大きに、どうかしら。ご搭乗のお客様にご案内いたします。本日はリュークル航空111便ホノルル国際空港行きをご利用くださいましてほんま大きに。定刻通りの出発のためお持ち込みいただいております。重たいお手荷物は前の座席の下、軽いお手荷物、また大きなお手荷物は頭上の棚をご利用ください。また本日はおかげさまをもちましてほぼ満席のフライト頂戴しております。頭上の棚はお客様同士お譲り合ってご利用いただきますようお願いします。またキャビンの最前列バルクヘッドのお席にお座りのお客様、離陸着陸並びに地上走行時に関しましては足元のスペースに一切荷物置くことできません。どうぞ頭上の棚をご利用ください。以上関西弁バージョン。やばない、全然できてないな。けどあのこんなに関西弁ってよくやったっけって自分で言ってと思いましたけど、こんなに やりすぎちょっとやりすぎました今回。やりすぎた感あるんですけど、まあこれ前代未聞なんでちょっとやりすぎぐらいがいいかな。はい、の方が分かりやすいかなと思ってやりました。もっとうまくできる方よければやってください。はい、ということでね、いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。チャンネル登録していただいた方も本当にありがとうございます。あのチャンネル登録いいねいつもお待ちしてますんで、よろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。